ード第14節2戦目福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースのゲーム。バッターボックスには5番鈴木。ホークスこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。ナイスボール、はい、アウトコース変化球が決まってストライク。すぐに追い込みました。打ち上げた、スタンドに入ります。落としてきた、しかしバットは止まっています。これは見送ってボール、打ったー、ぐんぐん伸びていく、入ったホームラン。追い込まれてからの変化球、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。ソフトバンクホークス7対0、クリーンナップから飛び出した一発になりました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。最高の結果を出してきましたよね。4番ですでにこの点差、勝利を確信しているかもしれません。野村、まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。まず最初のボールを決めていきました。真ん中打ちました、大きな打球になった、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁です。9番バッター梅野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。これが3球目、落とすボールで空振りを取りました。1ボール2ストライクと追い込みました。さあ4球目は何か、引っ張った、取りました。これで3アウト。今日は見事な完封で白星を挙げました。ソフトバンクホークスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、投打がしっかり組み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、まあ、打つ方も投げる方も、まあ、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになりましたね。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはホークスが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ペイペイドームから第14節3戦目阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、さあそして打席には栗原が入っています。さあチャンスが続き満塁の場面、まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。まず際どいコースをついてきました。次が2球目、この球は低
めに決まった。ここはあっという間に追い込んでいます。インサイド打った、セカンド取った、二塁送球、ホークス追加点を。タイガース。さあ、そしてバッターボックスには三森が入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、打ちました、セカンド取った、アウト。際どいタイミングでしたが、9回の表ホークスの攻撃、バッターは中村。ホークスリードで迎える最終回です。最初は変化球できました。2球目は何で来るか、速いボール、膝元決まってストライク。ここは150キロを超えてきます。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました、ホークス、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者の栗原、今日はまだ当たりがありません。打ちました、右中間に大きな打球、右中間を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー一気にホームイン、ホークス1点追加します。右中間へのタイム。5番バッター鈴木、まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ、終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を打ち上げた、ここは打ち上げています。セカンドフライ抑えてアウト。6番バッター西川、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打ち上げました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターボックスは7番三森、真ん中打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、ホークス1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、7対0ホークス。レフトへタッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナー塩見きっちりと犠牲。バッターボックスは9番甲斐、ホークスこの回7人目のバッターになります。打ちました、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。今日は見事な完封で白星を挙げます。